はい、動画をご覧の皆さんこんにちは。いつも YouTube チャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日は2021年5月の26日水曜日です。本日も金融経済世界情勢について語っていきたいと思います。今日のマーケットですけれども、仮想通貨市場先週の暴落からの反発局面、本日は堅調な動きとなっております。そして昨夜のアメリカ株式市場ですけれども、過熱感から若干の売りが出ました。アメリカ株式市場ダウ平均株価、ナスダック総合指数ともに小幅ではありますが反落いたしました。そして本日の東京株式市場日経平均株価ですが、ワクチン接種の加速が進むという期待から小幅に続伸いたしました。で、本日はコモディティ、金相場が大きく値を上げております。金相場の値上がり、これはですね、先週の仮想通貨市場の大幅な下落、ここからのですね、余剰資金が金相場に流れているんではないかとも言われております。仮想通貨ビットコインはデジタルゴールドと言われておりますが、現在デジタルゴールドからゴールドへの資金の流れ、この動きが出ているんではないかという観測でございます。でアメリカの長期金利ですね、10年債国債の長期金利ですけども 1.5% 台まで下落してまいりました。本日はね、マーケットそういうふうな動きでございます。日本国内の方でニュース見ていきますと、緊急事態宣言ですね、これが本日緊急事態宣言東京ね発令され、延長がね発令されるんじゃないかというところですね。そしてアメリカの方からの渡航規制ですね、日本への渡航規制、これがね、昨日ね発表されましたね。東京オリンピックを2ヶ月後に控えている日本ですけれども、その前でのねアメリカの渡航規制、これはちょっと大きなね、経済に対する影響ではないかというところですね。現在ですね、マーケットを見ていきたいと思いますけれども、仮想通貨はですね、ビットコインですね、現在時刻18時40分現在439万円ということですね。結構ね戻してきましたね。先週のね週末 日曜日ですかね、日曜日の段階ではですね、今週の日曜日ですか、320万円台まで落ちましたね。そこからですね、100万円以上の値幅で戻してきました。昨日と比べると 5.9% ほどねビットコインは上昇しております。仮想通貨市場ですけれどもね、ニュースヘッドラインニュース入ってきておりますけれども、アメリカのバイデン政権ですね、こちらが仮想通貨の規制のね問題点をね議論したかというね、そういう報道ですね。アメリカのバイデン政権が複数回にわたって会議を開いて、暗号資産仮想通貨の規制の問題点についてね議論していることがね分かったということですね。これは複数の情報筋からの話題ということですね。まあ、仮想通貨に対しまして、まあ、違法な行為とかですね、まあ、税金の、ね、脱税の問題とか、そういう、まあ、悪用されるケースもあるというところですね。ここの規制がね、まあ、必要じゃないかということですよね。まあ、同時にですね、一般的な個人投資家を保護するルールも必要ということでありますね。まあ、現在、報道、今回の報道ではですね、近くアメリカで新たな規制ルールが提案されるのではないかというところですね。金融規制の緩和を進めてきたトランプ前政権とは異なり、バイデン政権に代わってアメリカでは政権交代を機に仮想通貨に対する目が、ね、厳しくなってきているというところですね。で先週にはですね、1万ドル、約日本円で言いますと約108万円以上の仮想通貨を受け取った企業は、これをですね、内国歳入庁への報告義務付けることなどを盛り込んだ提案をね発表いたしましたよね。税務記録を逃れる方法として利用される可能性を指摘しているということですね。まあ、このような感じでアメリカの方でもね法整備がね進んでいく方向に進んでおりますね。まあ、中国の方ではこちらの仮想通貨に対するまあ厳しいねマイニングの規制などね、そういう厳しい規制が取られる可能性が高いわけなんですけども、アメリカの方でもこの法規制、これがですね、まあ当然法規制は必要なんですけども、この投資してる人に対してですね、割とこう柔らかい感じの法規制だとマーケットは好感されると思うんですけども、厳しいね仮想通貨の根底を揺るがすような規制だと、これはですね非常にこう悪材料となりますので、どういう規制が出てくるかというところですね。
まあ、もちろん中国の規制もそうなんですけども、今はやっぱりアメリカの、ね、規制ですね、こちらの規制がどういうになるかというところ、これはね、注目ですね。そしてですね、まあ、仮想通貨今全体的に値を戻してきているんですけども、イーサリアムですね、イーサリアムがですね大きく値、ね、を戻してきております。現在18時43分現在イーサリアムね31万円ですね。昨日と比べると 11.33% 上昇してきております。先週末にはですねイーサリアム20万円を切る価格まで落ちましたのでね、そこからの上昇というところですね。このイーサリアムですけどもね、まあ、ディファイセクター分散金融ですけども、こちらからね、こちらがやっぱり値を戻してきているというところでですね、まあ、大きくね、大幅に、ね、反発しておりますね。で、これがですねイーサリアムなんですけども、ゴールドマンサックスが、予想してるんですけども、イーサリアムの価値はビットコインをね超えるというね、ゴールドマンサックスのね予想がですね、レポートが出ております。まあ、ビットコイン、まあ、仮想通貨のね、時価総額第1位はビットコインなんですけども、これはですね、まあ、時間がどれぐらいの時間かかるかわからないですけども、イーサリアムがね、抜くんではないかということですね。まあ、キング、現在仮想通貨のキングであるビットコイン、これがね、今時価総額第2のイーサリアムとね入れ替わるんではないかというところですね。まあ、その理由としましては、まあやっぱりイーサリアムはですね、この、まあ、ディファイや NFT などこういうね、まあ、基盤がしっかりしているところですね。まあ、このディファイという分散型金融で、また NFT というね、これは非代替性トークンですけどもね、この基盤となるのがイーサリアムであるというところですね。で、一方ビットコインというのはですね、まあ、単なるねバリュートークンではないかというところですね。特にこうビットコインはそのお金をね送金したりそういうことはできるって、まあ、買い物はできるかもしれないんですけども、こう何かの上にでビットコインで何かをするというね、そういう発展性はね今のところねないというところで、まあ、そういう開発が進んでないというところですね。まあ、あくまでもまあ資産価値としてのねそういうニュアンスが強い、まあ、あの金ゴールドと同じですよね、そういうニュアンスが強いんじゃないかというところで、ビットコインは、まあ、そういう資産価値の一つに対して、イーサリアムはこれは実際まあ使用価値がね多々多様な使用価値があるというところですね。そういう観点からゴールドマンサックスはですね、まあ、将来的には、この価値がですねビットコインを超えてイーサリアムが、仮想通貨のキングになるんではないか、時価総額第1位になるんではないかと、そういうふうなね予想も出ております。その他ですね、仮想通貨ニュースとしましては、これがですね、レイ・ダイリオ氏というね、がビットコインを保有したというね、報道が入っておりました。世界最大手のヘッジファンドでありますね、レイ・ダイリオ氏がですね、暗号資産を保有していることをね、明かしたということなんですけども、もともとですね、このレイ・ダイリオ氏ですけれども、仮想通貨にはですね、否定的なね、見解をね、述べてたんですけども、ここに来てですね、まあ、実際買ったということをね報告したということで、これをちょっとマーケットはねこのちょっとねまあざわついたと言いますか、この否定的だったレイダイル氏が保有したというところですね。もちろんこの保有している額は少ないんです、あのポートフォーリオから見ると少ないんですけども、それでもね保有したというところがですね、このやっぱりあの投資家、このねヘッジファンドなどそういうね否定的だった投資家に対してのねこの流れですねが変わったんではないかというところで注目を浴びましたね。まあ、レイ・ダイリオ氏はまあ世界最大級の、ね、機関投資家、まあ、ヘッジファンドなんですけど、ね、1975年に設立したという、ね、有名な投資家であります。まあ今回の、ねまあ、インタビュー、これはなんかインタビューがあったみたいですね。で、自身でビットコインを保有していることを、ね、自主的に明かしたということですね。これから1971年の水準までアメリカのドルの価値が下がるとの見方を示したこともあったということですね。で、インフレ局面が訪れると予想しているということですね。また中国が世界準備通貨金である米ドルの立場を脅かす可能性もあるとし、このような環境で価値の保存手段としてビットコインの需要が高まるという見解をね、示しているということですね。まあ、ドルがですね、まあ、どこまでこう
まあ、中国の台頭もありますし、このドルの価値ですよね。で現在こうジャブジャブに吸ってる状態である、このドルの紙幣価値がどうなっていくのかというところで、まあ、一方ビットコインというのは2100万枚とね、この出てる発行する数が決まっておりますので、そういった感じで、まあ、資産価値が上がっていくんじゃないかということで、このねドルとの相関関係ですね、そういうところもありまして、レイダリオ氏は、まあ、その資産のポートフォリオのほんの一部なんでしょうけど、ビットコインへ投資をしたというところで、これは注目すべきニュースですね。で現在そういう状況なんですけども、ゴールド、金の方ですね、金の価格がですね高騰してるんですよね。現在の金価格ですけどもね、これがですね、まあ、金のゴールドの方の価格ですけども、金融緩和が継続するというところと、仮想通貨がね先週大きく下落したとに伴う お金のね余剰資金が金にゴールドの方に流れてきてるんではないかというところですね。デジタルゴールド、ビットコインのデジタルゴールドからのゴールドへの移行、この動きもね出てるというところで、このコモディティの金の方もね注目ですね。で金ね実際買うとなった場合に、まあもちろん貴金属店で、ゴールドをね買う、現物を買うこともできるので、できるんです、買うわけなんですけども、それだとやっぱりこう他のね株式やこの仮想通貨のようにこのネットでちょいちょいとこうそういうふうな簡単な売買というわけにはいかないんですけども、まあ、もちろんね金は ETF などもありますので、この ETF を使えばですね、金をね、ネット上で簡単に買うことができます。これは日本国内でもですね、まあ、SBI 証券とかマネックス証券とかそういうところでも金の ETF 買うことできますので、まあ、今はやっぱりねその分散投資がすごく大事だと思いますね。もちろんあの現金キャッシュで持つことも大事でありますし、キャッシュで持ちながら、状況を見て、これはね株式に投資なのか債券へ投資なのか、またこれが金、石油などに投資なのかね、小麦粉とかね、小麦とかねありますけども、いろんなコモディティありますけどね、お金の流れを見てこの分散的にこう投資していく、仮想通貨が上昇しているなら仮想通貨の方に入れる、で株式の方がね、安定しているんだったら株式に入れる、そういう分散投資ですね。その状況を見ながら、結局世の中のお金の流れというのはどっかにこう動いておりますので、そのうまく流れに乗って流れに乗って、で危ない時は現金をキャッシュを多めにしていくというね、そういう投資方法がね好ましいかなと思います。ではですね、現在の仮想通貨の方のね価格を見ていきますけれども、18時50分現在ビットコイン439万8000円ですね、6.13% 昨日と比べると上昇で、イーサリアムですけども31万2000円とね、イーサリアムは 12% ね上昇してきておりますね。イーサリアムやっぱ強いですね。で本日はやっぱ仮想通貨全般的にあるところに上げておりますね。イーサリアムクラシックが8684円ということでね、イーサリアムクラシックは 3.8% 上昇しておりますね。そしてバイナンスコインですね、バイナンスコインがですね 41,488 円、 12% 上昇しております。カルダノエダが193円、 15% 上昇ですね。ドージコインは38円、ドージコインは 4% 上昇しておりますね。でリップル XRP は113円、リップルね上げてきましたね、 7.1% 上昇ということで100円をねしっかり超えてきました。でネムは22円、ネムはね 11% 上昇してますね。ライトコインは22,000円、ライトコインは 12% 上昇、ビットコインキャッシュが84,000円、 7.7% 上昇、ステラルーメンは49円、ステラは 3.5% 上昇、モナコインは245円、モナコインは 19% 上昇ですね。あとはね BAT が、88円、 12% 上昇してますね。 BATIOST が 3.7円、 IOST は 7.65% 上昇、エンジンコインは152円、エンジンコインは、ね、17% 上昇してますね。現在そういう価格ですね、販売所の、国内の販売所の価格はそういう感じですね。
で本日のね、昨夜のアメリカ株式市場ですけども、昨夜のアメリカ株式市場は小幅にね、反落いたしました。ニューヨークダウがですね81ドル安でした。34,312ドルでしたね。でナスダックは4ポイント下がりまして 13,657 ポイントでした。ダウが、0.24% 下落で、ナスダックは 0.03% と、ほぼ、同水準ですね、フラット状態です。S&P500 がですね 8.92 ポイント下がりまして 4188ポイント、 0.21% ね、 S&P500 はね下落いたしました。昨夜のアメリカ株式市場ですけど、まあ、短期的な、ね、過熱からの、ね、売りというところですね。アメリカの景気回復を進展を背景にですね、 FRB が金融緩和の縮小が、ね、始める時期が早まるんではないかという、ね、警戒感が根強いというところが、ね、相場の重荷になったというところですね。来週にはですね、また今月5月の、ね、雇用統計が発表されますね。で4月の雇用統計がね、予想をはるかに上回るほど悪かったというところで、まあ、雇用の方がですね、まだ回復してないというところがありますので、この金融緩和の縮小、テーパリングですけれども、まあ、これは来週の雇用統計の数字によって発表によってまたね、これが早まるのか、またちょっと先延ばしになるのか、それは判断残量になると思いますので、来週の雇用統計の発表はこれはね、要チェックですね。ではね、本日の日経平均株価の方ですけど、日経平均株価はね88円高ですよね。 28,642 円。トピックスは 1.15 ポイント上げまして 1,920 ポイント。日経平均が 0.31% の上げ、トピックスは 0.06% とほぼフラットの状態ですね。マザーズは15ポイント上がりました。マザーズ1148ポイントと 1.33% ね、上昇いたしました。ジャスダックは 0.04ポイント上がりまして、181ポイントとね、0.02% の上げでした。東京株式市場はね、4指数揃って上がったんですけども、マザーズ上げがやっぱり強かったですね。1.33% の上げでしたので、日経平均が 0.38% の上げに対して、マザーズが 1.33% の上げということで強かったですね。東京株式市場ですけれども、ワクチンの、ね、接種に対するこれが加速ですね。ワクチン、まあ、今すごく、これから加速していくんじゃないかというところですね。まあ、内需株を中心に買い買われましたね、日経平均株価。ただですね、値上がりがですね 35% の銘柄が値上がりしました。で値下がりがね 60% ということですね。日経平均株価、トピックスともに、高かった、続伸したんですけども、全体的にはですね 35% がしか値上がりしなかったというところですね。業種別では空運、陸運、サービス業が上昇で、銀行業、鉄鋼業、電気ガス業は下落というところですね。そういう感じですね。まあ、マザーズがでも高かったというところで、まあ小型株などは堅調だったというところですね。それが本日の日経平均株価です。そしてアメリカの10年債長期金利ですけれども、現在 1.572% とね、 1.5% 台までね落ちてきましたね。長期金利の方は値が下がってきております。で為替の方を見ていきますと、為替ドル円ですけど108.896円とね、まあ若干ドル高ですね。まあ、でもほぼ変わらずですね。でユーロ円は133円と355円ということで、こちらもまあ若干ユーロ高、まあ、でもほぼ変わらず、ドル円108円と896円、ユーロ円が133円と354円ということですね。現在はそういう状態でございます。ですね、コモディティの方ですけども、ね、金の価格が、これが日本円で1908円ですね。0.53% 上昇してきております金価格ですね。この金価格の上昇はね、一旦ですね、まあアメリカのナスダックや仮想通貨が去年からねずっと上がってきてるんですけど、そこでですね金価格一旦落ちてたんですけど、またここに来て金価格は盛り返してきてるというところですね。やっぱりこのコモディティとして金の価
価格というものはこの市場、人からのねマーケットからの評価というものはやっぱり揺るぎないのかなというところはありますね。まあ、同時に銀や銅、プラチナなどもね、上がっておりますね。原油はまあ若干今日の段階では下がっておりますけども、まあ、でも原油はやっぱり高い段階にいますので、今やっぱコモディティはすごく相場的には熱いかなという気もしますね。このコモディティが、熱いと、これはあの新興国の方ですね、国としましてはこう南アメリカとかブラジルとか、まあ、南米の方とかですね、あとロシアとか、まあ、中東の方とかもそうなんですけども、こういう新興国の方に、まあ、お金が集まってくるところもありますので、まあ、為替ですね、まあ、FX などをされている方はですね、この南アフリカのランドとかですね、メキシコのペソとか、あとトルコリラですね、こういう価格に対しても、まあ、FX で、ね、投資するのもね、今このコモディティの方が上がっているので面白いかなというふうには思いますね。まあ、こういう全体的なね、まあ、地球規模、世界規模でこう全体的な見て、こうお金の流れがどうなっているところをね見極めながらね投資されてからね、まあ、こう乗っていただければねいいかなと思います。はい、以上本日は2021年5月の26日水曜日、金融経済世界情勢について語ってみたでございました。それではこの動画が良かったと思う方はチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。